何してんの？どうもホワイトです。のみさんです。はい。リアルやります。オッケー。リアルやります。リアルロード。リアルをやります。スカリが片付いた部屋の中央でプリンを完食する。そうしているまま私とクラグチ君の間にほとんど会話がなかった。どうにも居づらい。もう帰った方が良さそうだ。私そろそろ帰るね。あ、うん。今日はありがとう。わざわざ本届けてきて。いえいえ、それじゃあ。カバンを持って立ち上がる。姉崎さん。ん？僕様より空気が読めるようになったんだ。自分の置かれてる立場とか人にどう思われてるのかとかそれなりに理解してるつもりと自信なさそうに付け足す。それから姉崎さんが昔とは違うってこともちゃんと分かってたよ。だからさ、姉崎さんには迷惑かけないから安心して。ニコリと褒まれる。ロロロロ。私は何とも言うことができず、黙って倉口区の部屋を後にした。あんな、ねさきさん帰るの？あ、はい、お邪魔しました。暗くなってきたし、歩む、送ってあげなさいね。ほのぼ。え？出た、ほのぼ。ほのぼ。いや、結構です。家近いんで、すぐ帰れますので。あんな、そうなの？本当に大丈夫？はい、全然大丈夫です。ほう。よかったわね。なんそのお母さんテンション低いの？もう人さっきあやめてきたから。どういうことよ。人さっきやっちゃったからさ。やっちゃったから、うん、何がこんなしっかりした女の子がお友達になってくれて反応に困る私たちの前でお母さんはほからかに喋り続けている。姉崎さん、この子ね全然お友達いないのよ。え、だからね、すぐ学校サボっちゃうのよね。ダメな子でしょ。お前ダメな母だな。クズだ、クズ。クズだ。あ、喋って。いや、別にいいよ、もう。昔は楽しそうに学校に通ってたのにね、ユッケちゃんが転校しちゃってから。母さん。倉口くんが誤調を強めるとお母さんははーと大げさにため息をついた。脱線しちゃってごめんなさいね。いえいえ、でも本当にうちの子よろしくお願いします。倉口くんのお母さんは丁寧にお辞儀をする。私はやっぱり何も言うことができなかった。母さん、余計なこと言わなくていいから。姉崎さんも気にしなくていいからね。え、それじゃあまた姉崎さん気をつけて。うん、またね。うんうんうん。何とも微妙な気分だ。結局私は倉口くんとどういう関係を築きたいのかまるでわからなくなってしまった。姉崎さんには迷惑かけないから安心して。倉口くんの言ったその言葉がずっと胸に引っかかっている。あれはつい先日私が主に向かって放った言葉と同じだ。倉口くんは私が最初に出たりして抱いてるものと同じ気持ちを私に対して抱いてるんだろうか。変なの、私は立派な人間なんかじゃないのに。歩くんに劣等感を抱かれるのってなんだかすごく嫌だな。嫌だな。嫌だな。嫌だね。いや、そうだね。いや、そうだね。そうだね。お家あるの？ない。じゃあどうせよ。喋る。喋よ。喋る？うん。注意が明けて学校へ行くと倉口くんの姿が見当たらなかった。また体調不良で欠席等のことだって。お。夏風邪はしつこいからね。美穂はそう言っていたけれど、多分フラジグでの欠席理由は別のものなんだろうと思った。その日は惜しい。体育の授業があって、どちらも誰一人余ることなくスムーズにペアが編成された。なんで入った？入ってしまったよ俺。なんで入ってしまった？ついに行くよ俺。おい、ついにこの男子生徒多分ね、相当いろんなことしてきたやつだからね。すげえあのセリフにあれがいろんなやつがこもっていくから。うん、倉口休みでよかったな。超普通。実は裏ですっごいひどいことしてから。あ、マジで、うん、男子たちが面白おかしそうにそう話してるのが聞こえた。
確かにその通りだと思う一方で、私はなんだか煮え切れない気分を持て余していた。多分裏で本当にね、やっばいことしてる。例えば、猫の尻尾切ったり、電車に乗って、自分がこう席に座ってんじゃん、うん、で、おばあちゃんがこの、なんだろう、手で持ってこうやらなきゃいけないじゃん。普通いい人だったら席譲るじゃん、うん、あ、座っていいですよって、うん、そのさっきのやつの場合はもうプリン買ってきてあげるからねプリンを買ってきてあげるんだけど座らせない、そこに座らせないっていう、うん、プリン食べますって言って、手こう支えるやつを持たせずにプリン食わせるからねだからこう急に止まったりしたらばあちゃん吹っ飛びやしねえだろ転ぶからね、うん、倉口くんが投稿してきた。安心したのもつかの間、倉口くんは無言で私の隣をすり抜け、脇をすり抜けてさっさと席に着いた。挨拶も交わさないし目も合わせない。旗から見たら特に不自然な姿勢ではないのかもしれない。しかしこれまでのことを思うと、私は倉口くんとの間にある壁に違和感を覚えざるを得なかった。朝のホームルームが終わって短い休み時間に入る。倉口くんの様子を横目に探ると、倉口くんはごそごそと授業の用意をしているところだった。ちょっと話しかけてみようか、ちょっとだけ挨拶くらいは。なんとなくそう思い当たって、私は意を決して体ごと倉口くんの方を向いた。そう、倉口くんがノートと筆記用具を持って席を立つ。声をかける間もなくそのまま教室を出て行ってしまった。あ、これは どんなこれ、ね、うん、もっとやばいやつだからね。もっとやばいやつ、そう、もう本当にね、もう男子生徒って書いてんじゃん、かっこかっこ鬼って書いてるからね、本当。ん？かっこ鬼やばいから、本当に男性とって書いてるように見えるけど実は鬼って書いてるの。そうもうやばいやつだからこいつ。うん、姉崎さん、ちょっと聞きたいことあるんだけどさ。めっちゃ鬼じゃん。めっちゃ鬼だよ、やばいよ本当に。やべえじゃん、めっちゃやばいからね。めっちゃ鬼じゃん、ね、びっくりした俺も。やばいよ、ビビる。で、この女子生徒めっちゃつくね大好きだからおめっちゃつくね好きだから、うん、もう夜つくねしか食わない、まず夜つくねしか食わない。そう、朝はパンしか食わない。つくねも食わない。どういうことよ休憩かまって。あー、つくねっぽい。めっちゃつくねでしょ、うん、うん、何言ってんの自然としてるうちに机が囲まれる。とりあえず笑顔でお渡しすも、私は内心で頭を抱えていた。その日、倉口くんは休み時間のたびに教室から姿を消していた。お昼ご飯の時もいつも何か倉口くんの席は無人になっていた。授業でも特に接点はなく、隣同士の席でありながらお互い完全に一人で取り出しちゃうときで、ただただただ結局私は一度も倉口くんと事務的な仲間するそれから1週間ずっと1週間もん？ん？サンデー、マンデー、チューセー、ウェンセー、ウェンセー、フェンセー、サンデー、サンデー、ウェンセー、土曜日待ちに待った休日が来た。今週はものすごく1週間が長くて精神的疲れていた。昼過ぎまで寝腐ったらだらだらと洗面所へ向かう。顔を洗って鏡の中を覗き込んで、うーわー、肌に張りがないわ。パックパックと、あれ、パックパックとション、うーん、まずいことになったわ。何が？パックがなくなった。ふーん、買いに行ってきて。やだよ、自分で行けよ。いいじゃない、しょん、今暇でしょ。姉貴もだろ。いいから行ってきて。やだって、なんであんたが使うもんを俺が買いに行かなきゃなんないんだよ。着替えるのも面倒くさいもん。No。 いいじゃん、パパッと適当に着替えてパパッと買ってくればさ。いら、いつも私が支度に取ろうと時間かけてるか分かってるくせに死ね。あのな、この際はっきり言うけど兄貴はいつも支度に時間かけすぎ。しょうがねえじゃん。
これでも急いでる方じゃん。いや、すげえどうでもいいことばっかりしてるからじゃん。ぶっちゃけ他人から見たらのしなさ。ほう、あ、そもそもパックとかいらないだろう。あれさ、実際効果あるのただ気休めじゃない。それが逆に肌に負担かけるって絶対やめた方がいいって。絶対ついでに言っとくけど、ブローに時間かけんのも気休め、まつげカールも気休め、顔面マッサージも美容体操も気休め。じゃんじゃん、私のじゃんぐましい努力をこのじゃんはすべて気休めの一言で片付けてきやがる。仮にもじゃん希望者だろ、死亡者だろ、いいのかそのじゃん。じゃんって何、わかんない。じゃんいいじゃん、そこまで言うなら思い知らせてやろうじゃん。あんたの言う気休めがどれほど合格的な絶大な方向感を持っているのかということじゃんの。ドラゲないなんでぶっこんできたそれを。着替えてくるない。ん、うん、おう、自分で行く気になったか。ドラゲないない実に戻って適当な服に着替える。 T シャツとジーパン、髪はま簡単にまとめるだけ。はい、終わりと。うん、およそ2分の支度を身支度を終えて、私は再びリビングへ戻った。ドラゲない、胸を張って瞬の前に立つ。このやる気のない、このドラゲない。ん、うん。瞬はちらっと一瞬だけこちらを見た後、テレビに視線を戻した。ちょっと待て、ワニさんえ、ちょっと、なんだよ。さあ、ああちょっとさすがにぶっ込みすぎたな。ちょっと今反省するわ。うん、反省してんの。反省してる。おらしねえよ。あ、はい。あ、読んだ。うん、あ、読んだ。読んだよ。もう、え、いや、ちょっと待てうわっ、ちゃんと見てよこの格好。ほらこれ、ドラゲナイエンの T シャツよ。ドラゲナイもう普通に読むわ。あ、OK、ドラゲナイエンはちょっと無理やりやったわ。このこれ500円の T シャツよ。シマル村で買ったのよへえ、ドラゲナイ、おお、なんか髪パサパサ、ドラゲない毛先曲がってるし、肌も張りとツヤがないわ。でもいつもより小さいでしょ。そんなたなり、あなたに金棒の美容製品。はい、うん。金棒ってなんだい。金棒っていうなんかの会社。お、じっとシュンが私の顔を見つめる。いや、変わらんよ。ふう、なんだと。普段の1時間以上かけた丁寧な身支度と今の2分クオリティが変わらないだと。そんなばっ、かんな。私はシュンにつかみかかった。いいの、ねえ、いいの、私この学校で外出ちゃうよ。え、うん、いいよ。つかテレビ見えないからドラゲない。ちょ、本当にドラゲないからね、私。うん、ドラゲない。シュンの友達に会っても知らないんだからね。うん、うん、ドラゲない本当に行くからね。じゃあね。あ、いや、ちょっと待って。シュンが慌てた様子でこちらに視線を戻した。ほらね、やっぱり嫌なんじゃない。分かってこれたかしら。シュンの言うただの気休めが普段の美しい姉崎ユッケを作っているということは。ポテチ買ってきて、ドラゲないなあのポテトチップス、ドラゲない味って例えばどんな感じなのかな。食ったことないの。うん、どんな味。いや、もう説明できない。もうドラゲないって感じ食った瞬間にもう、うん、頭の中に流れる。あの、それ食った瞬間にトランシーバー買ってきて、あの旗持ってずっとこう、あの、いや、もうあの構えてるやつ。普通のポテチって袋があれじゃん。うん、ドラゲない味は、うん、トランシーバーだトランシーバーでな、どうやって食うの。いや、もうパガって、うん、落ちてくるもん中に、あのチップスターみたいに入ってる。こうやって立てんじゃん、うん、これ歌ってんじゃん。実は食ってるから中に入ってるやつ。どこだ。あ、そうなの、うん、あの
途中のあのドラゲライの感想の時ずっとこうあの食ってんだね。食ってる食ってる。テーテレテレテーテの時ずっとポテチ食ってんだね。食ってる食ってる。クソだなそれ。まずすげえ顔。すごい顔。でーんでーんでんでんでーんでーん。またかよ。私は黙って家出た。父さんエム君なんだろう。だろうな。そのさ、何そのなんかもう落ちぶれた感じ。どうせまた M タウンだろうなって、なんでそんな嫌そうなの。俺らそいつを攻略してんのになんで嫌がってんだよ。だってなかなか落ちねえもん。確かにな、なんか逆に避けられてるな今な。終わってるよなあいつ。クソったれだな。およし、よし。世の中には化粧せずにどこまででも行ける人とどこにも行けない人がいるらしい。私はもちろんぶっちぎりで後者のタイプだ。徒歩1分圏内の自販機にあってキメキメな格好をしないと行きたくない。というわけでさっきからものすごく落ち着かない。ショーウィンドウに映る自分のショーボーイ姿にゾッとする。やっぱりきちんとした格好をするべきだった。うん、よし、無事にパックとポテチを買うことができた。休日はどこも人が多くて嫌になる。誰かに会うまでさっさと家に帰ろう。少しうなずき加減に走り出して、父さん、エム君のロープ使ったのは何かにぶつかった。顔を上げると、わあ、キメキメなお兄さんが3人が、ね、なんか今噛んだけどね、あのそこスルーしてね、うん、今もう普通にスルーされてるけどね、うん、何も言わなくていい。あ、そう。顔を上げると、わあ、キメキメなお兄さん3人が私を見下ろしていた。止まった。かっこいい。おっは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 。まあ、待て待て待て、ね、私のリアルは充実すぎてる、応答なしになったぞ。おいおい、俺らがなんかされてんじゃねえか。お、出た。お前が、お前が男とする。これ男かっこホワイトだからね。俺ゲーム一応出てるからね。俺めっちゃ優しいからね、ほんとに、うん、めっちゃ優しいから聞いてて。おい、ちょっと待てよ。ゲス顔で何言って。腕を掴まれた。俺最低だな、最低だな。ホワイト俺クズだわ、うん、ああ、ちょっと待って、アニスさん。そりゃちょっと合ってるよな。ちょっとな、抵抗する間もなく人気の薄いの店の裏で裏に引き。おい、待て待て、俺どんだけクズなんだよ。おいお前一人、お前やめろよお前。ちょっとごめんな、なんかなんかゲームにされちゃってるんだよ。なんか俺がね、今までなんかもしかこの前もこんなことしてさ、うん、なんかごめんな、うん、いや、あのちょっと お母さんとお父さんと弟とおじいちゃんとおばあちゃんと兄弟がそこら辺にいます。もう一回読んでいい？いや、あの、お母さんとお父さんと弟とおじいちゃんとおばあちゃんと兄弟がそこら辺にいましゅ。今シュークリーム。え？はい、ごめん。ごめん。テンパりすぎて噛んだ。男たちはニタニタ笑っている。一人っぽいな。つかよく見るとちょっと可愛くね？三人ってたじゃん。本当だ。ちょっといいじゃん。ダサいけど。やっぱり2分クオリティで外出するべきじゃなかった。早く家に帰って引きこもりたい。というか、この状況もしかして結構やばい。これはよく乙女ゲーで見かける不良に絡まれるイベントだったり。あ、ワンテンポ遅れて事態の深刻さに気づいた。真正面にいる男の手が肩に伸びてくる。時間ある？あるよねー。これ来るぞ、ヒーロー。ヒーロー来るか。ほ来るぞ、ほほ。いや、わかんねえよ。ほのぼかもしんねえよ。ほのだって、もう人殺めてきたからさ、実はこいつの仲間かもしんねえよ。ここで物語がリンクするかもしんねえからさ。なるほどね、うん、あり得る。いいよ、行くよ。絶対に出る。いや、いや、ないです。どこに遊びに行きたい。カラオケとかよくない。何、ドラゲないと。やっぱホタだ。ちょっとお前さ、それさ、地元の俺らにしかわかんねえやつだ。やめろ。思わず男の手を払いのけていた。少しおろめいた男が逆上したように詰め寄ってくる。ホテル行こうぜ。ホテル、どこだ、トロフィンか。再び乱暴に肩を抱かれる。やばい、どうしよう、冗談の時にやばいことになってきた。乙女ゲーならこういう時攻略対象が助けてくれるんだけど、現実世界はそんなに甘くない。自分の身は自分で守らなきゃならない。大声で写真に逃げなくちゃ。思い切って息を吸い込んだその時、待て、
いや、もっとかっこいい、かっこよく、ほんとあのアニメでこうこんなイベントあってさ、こう普通にこう待てってこうあの光に照らされて顔が見えないんで最初でそっからえってなって瞬間にこう光がなぜかこうはけてくっていう、それで顔が見えるっていうね。ああそれがほのぼってそれがほのぼ。いやほのぼならもっと、でほのぼだったらお前のセーフじゃん。あそっか、うん、じゃあ一応俺も言うよ、待て、一斉のでいいか。あいよ、一斉のでセーフィオン、セーフィオン、セーフィオンな声が響き当たった。ほらほらほら、そうだよ、俺合ってんじゃん。俺逆向いてらされて背の高い男の子のし男の子のシルエットが浮かび上がる。それは実は男の人ではなくほのぼ。ほのぼ実は男かもしれないでしょ。あ確かにな、ハーって書いてたけど実はあれあのハーって書いてるだけでほのぼっていう名前なんだよな。そうだよ、あの倉口ほのぼカッコ借りだから、カッコ借り、お母さんカッコ借り。ああれはまさか仮面ライダーアマゾンおバルト様、懐かしい、だがお前じゃない、バルト様、おおなわけないですよね。あでもかっこいい、バルト様よりかっこいい、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 かっけ、かっこいい、かっこいいっす。ただこいつ数分後に丸刈りにされてたらめっちゃ面白いボッコボコにされて丸刈りになって学校来てさまださっきのあの変なあの小説読んだらめっちゃ面白くね。ちょっとバッドエンドの丸刈りになった瞬間ほらなんかめっちゃ強くなってるかもね。実はこの隠れた目のもう一つの目がシャリンガンでさ、いやもうリンネガン、あもうリンネガンもうやべえじゃんこいつ普通になんか江戸天聖っつってなんか聖徳太子できたらどうする、シュシュンとさ聖徳太子リンネガンで聖徳太子って書いてる後ろからこうよよあの変な棒みたいなもんってさほらいっぺんに喋ってみろ俺中二にまた聞こえるぞみたいな待ってこの世界マジ初めてだから俺ガスト行ってきていい知ってんじゃんガストガス知ってんじゃん、近くやったんで、あったそう見ちゃったんで、 あそこ美味しそうじゃねっつってチーズインハンバーグ食べてきていいかなっつってあ、いいよっつってもう読むわ、もうこのくだり超投げってなってみたら、あ、やっぱチキン南蛮のうまそうじゃんチキン南蛮、それから山盛りポテト一つっつってドリンクバーいらないっす、回し飲みするっす、え、ダメなんすかっつって、わかんねうんこのくだりもういいよなあ、そうこの話で多分20分くらい話せるからさ、はい、いや、それはない、うん、それもない、うんうん、いや、でもよかった、まさかこんなタイミングで倉口くんというかっこおとりが来てくれたんて、もしかしたらこのままずっと関わることないかもしれないと思ってたのに、いろいろな意味で安心して一気に体から力がすり抜けていった。坊主にされるのよこれから、多分な、それかマッパにされるからな、それだ、はい、その子話してください。今思えば倉口くんが俺に言ってんねんな、それを。そうだよ、俺一応この、3人組の一人だからね、うん、倉口くんの声はいつになく凛々しい、前髪に覆われた両目は鋭い眼光を放っている。私は自分で逃げることも忘れて唖然と倉口くんの姿に見入っていた。はぁ、なんだろうお前この子からしてそれなりさらさなやつ、えその二人何、あの、どんな俺のどんな過去が、あの一人が、あの、うん、身長2ミリ2ミリ、そう2ミリ、たった2ミリね、2ミリ、あの、その俺があの手のひらで持ってるから、あお父さんじゃん、そう、もう一人175メートルくらいあるからね、175メートル、うん、センチじゃねえんだよ、175メートルだからめっちゃでかいからね。でいいね。じゃあ路地に入っててもぶっちゃけ普通に見えるからね。見えるな。うん。そいつずっとあの頑張ってこうみんなに聞こえるようにちょっとあのねあの頑張って喋っていくからね。高すぎてあのちょっと喋ってもさ聞こえねえからさ、結構な大きめの声で喋っていくからね。じゃあこいつらの声も聞こえないじゃん、じゃあ。そう。そうじゃねえよ。その時もう頑張ってかがんでこう耳こう傾けていくから。ほふく前進みたいな。そうそうそう。仰向けになってんの。そう。で2ミリのやつは会話できねえからそいつ。いや喋ってたじゃん。普通に喋ってたじゃん今。トランシーバーでやってるから。うん、それドラゲナイ始まるからね。あ、なるほどね。実はドラゲナイだから。実はドラゲナイ。そう、全部繋がるからね。何もかも全部が。繋がってねえじゃねえかな。何と繋がってんだよ。男は私を突き放すと、代わりに倉口君を取り囲んだ。逃げろ逃げろ、もういいよ逃げろ、三人ともこれ見よがしに拳を握りしめている。おい。なんで笑った？今の多いがちょっとなんか面白かった。男の一人が倉口君の胸ぐらを掴む。俺、かっこ俺。そして、お突然、あたりに閃光が…え閃光玉持ってたのかよ、なんだ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 これなんだこれ、ゲーム変わったぞこれおい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 、倉口くん実はなんか特殊能力者かなんかなこれ、サムネ決定じゃんこれ X-Men じゃねえの実は、いやこれもう、やば…ヌベだもう顔つきが変わってるもんなやべえな今から僕は君たちをぶち殺すよって俺普通に殺されんじゃねえかこっちバカ
前、暗口くんの右腕から青白い炎が燃え上がっている。やべえ、俺殺される。うわぁ、なんだこれ。あつい。あ、どうなってんだ。くそ、こいつ何かやべえ。逃げろ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 。今すげえスローモーションだからね。なんでスローモーションにしたの。え、あのもうあのアドレナリン走りってさ、あの何もかもが遅く感じるってやつね。ああ 俺だって今逃げてるから。あ、逃げてるの、うん、男たちがものすごい勢いで走り去っていく。私はただただ気に取られて炎を身にまとった倉口くんを仰いでいた。倉口くん、あなたは一体。ゲーム変わったぐらいなんか急にどういうこと。何のゲームだったのこれ。ついていけねえんだけど。倉口くんがゆっくりと微笑む青白い光の中、その笑顔はとても儚げに見えた。あ、これ夢落ちちゃうね、もしかして。あ、姉崎さん、今まで黙ってたけど俺、あ、僕はえグレード9の能力者なんだ。いや、これさ、あの、こう言っててさ、本当だとしたらかっこいいじゃん、うん、嘘だとしたら俺完全にこいつぶん殴ってるわ。お前めっちゃかっこいい顔して何言ってんの。すっげえかっこいい顔してるけどさ、うん、というライトノベルがあったことを思い出した。何、ちょっと待って、ちょっと待って。いや死ねえよ。鈍い打撃音で一気に現実へと引き戻される。気づけば倉口くんが地面の上に倒れ込んでいた。そしたら髪がなかった。あれ、これ実は何、妄想。倉口くん、倉口くんやられてきて何妄想してんの。だからバカじゃねえの。俺らしかも何普通になんかびっくりしてんだよ。汗かけ寄ると男の一人に腕をつかまれ、あっさりと動きを封じ込める。ちょっと話して。君はダメだからおとなしくしてたな。暴れれば暴れるほど力強く拘束される。身動きが取れない。とにかく大声を出して助けを呼ばないと。口を塞がれた。はい、静かに。お前パン減るんじゃね。あ、まずい、声が通らない。何もできない私の前で再び怒ったくてが、倉口くんの顔を蹴る。わお、わお、顔を蹴る。おいおい、俺クズじゃねえかよ、本当によ。本当だよな。それを何度か繰り返した後、彼らピタリと動きを止めた。なんかこいつ弱すぎてつまんな。だんだんかわいそうになってきたわ。ここら辺でやめとく。ああ、カバンだけ漁っとくか。なんかいいもんあるかもしんねえ。男は倉口くんのカバンのファスナーを開けると、じゃあ逆さまにして乱暴に揺らし始めた。バラバラと中のものが落下する。ほとんどが爆弾だった。じゃあこれあれだよ、地雷処理班だから。そうそうそう。なんじゃそりゃ。あ、なんじゃそりゃじゃねえや。なんじゃこりゃ。本爆弾だったって。ああ、これあれだ、オタクが読むやつ。うわー、マジでもうええってやつな。ひっくーオタクかよ、金も漱石さん読めよ。俺何言ってんだよ。つか本しかねえ、しょっぽ。てか、お前がどれかわかんねえよ、もう。え、もうほぼ全部だよ。もう全部だよ。ほぼ全部お前か。うん、そうだ、顔全部俺だから。気持ち悪いな、それは。もう帰ろうぜ。男たちはしらけたように立ち上がると本を蹴散らしながら去っていった。倉口くん大丈夫。地面にうつ伏せに倒れたままの倉口くんをそっと揺すってみる。倉口くんはごほごほと咳き込んだ後、ゆっくりと体を起こした。おい、おいおいおい、バカ野郎てめえら。おい、俺バカ。うん、ドラゲない。そこでもふざける倉口くんはすげえわ。すげえ、ほらこうね、場を盛り上げようとしてる。これストリートファイター2で、あの戦った後のさ、なんかあの負けたやつだろ。負けたやつのボコボコにされた時にめっちゃ似てる。俺のおすすめはダルシムの顔、めっちゃウケる。いや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 、あれだよ、ブランカもやべえから、目飛び出てくから。もう死ぬから、あれ。ブランカはね、うん、かっこいい。じゃあま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 あ、今回ここら辺にしときましょうか。 あ、マジでここら辺にしときましょう。いいよ。じゃあね、うん、なんかね、セーブボタン押した瞬間なんか画面固まったりするね。ちょっと泣きそうになるわ。歩夢くんルート10グレード9。かっこいい。でもこんなになってる。じゃあみんな、次回も、はい、はい、終わり、終わり、バイバイ。